拠点に活動している韮崎秀麗です。私たち韮崎秀麗は山梨県韮崎市を象徴するものを毎年テーマとしてきました。山梨県の象徴である富士山、韮崎市の中心でそびえ立つ白い観音様、そして今年のテーマは韮崎市に300年そびえ立つ割塚の桜です。どんなに遠くにいても君のことを見守っている、そんな思いが込められたこの曲、最後までお楽しみください。風変わる移りゆく季節、生まれゆく命、君に出会うため歩みきた流れゆく時の中で、変わらず今もここにあるもの、きらめく愛をくれた君へ捧げる、君へ贈る歌、韮崎秀麗2017君へ割塚の桜より。